はい、どうも、のりぞーです、のりぞーの部屋改造計画3段目、ということなんですが、見てこれ、いやー来ちゃったよ、でか。ソファーです。今日はソファー、はい、ということで、かなりね、大きいんだけども、僕ね、2人掛けのソファーを買ったんですよ。結構ね、思ってるより大きかった。それではね、早速開けてみたいと思います。なんじゃこりゃ、すごいな。これどう出せばいいんだろうね。すごいことになっております。こんな梱包材いたことねえよ、こんな梱包材。足ですね。ほう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 、いいじゃんいいじゃん、いいけど出せねえよ。あの大きすぎて出せないんで、これもう段ボール箱ね、切っちゃいましょう。ソファを切らないようにね。出すよ出すよ出しちゃうよ。どこ持てばいいんだ。うりゃおーうりゃでぇでけぇでけぇな、これ。これちょっとやってみようか。はい、というわけでですね、部屋にですね、運びまして、今設置しました。ちょっと壁にね、壁際にこう置いたんですけども、こんな感じになっております。はいはい、こんな感じ。はい、というわけでこちらの商品なんですけども、僕は楽天の方から買ったんですが、モダンデコさんというね、お店から買いました。商品名はマーリエっていうのかな、マーリエという商品の、ベージュ、まあ、白だったんでね、薄い色なるべく置きたかったんですけども、白がなかったんで、ベージュ買いました。見てください、こんな感じですね。はい、横幅は160センチ、奥行きが77センチ、座面の高さは41センチです。若干まあ硬めの感じ、あのスプリングのクッションっていう感じではないんですけども、若干硬め。いいですね。じゃあ座ってみます。おいいいい。このね、なんか横がね、割とこう平らになってるんで、手とかね置いた時にすごくしっくりくる感じですね。一応2人掛けということなんですけども、そうですね、2.5 人掛けぐらい、結構横幅のねスペースあります。2人掛けのソファにしては結構広い感じですね。ちなみにですね、はい、あ、いい、足伸ばせます。あ、これではいいですね、広々だ、これはいいじゃん。はい、というわけで質感はね、こういう感じなんですよね。これなんていうのかな、毛羽立ってはいない感じですね。こういう感じです。このね、縁がね、結構この平らになってるん で、高さがね、背もたれと横の部分、高さが一緒。こんな感じね。かっこいいかっこいい、シンプルで。で、足はですね、木目調のナチュラルな感じになっております。はい、こういう感じでね、デスクの横に置いてみました。いいじゃん、いいじゃん。はい、こんな感じです。はい、というわけで、今日はねソファーの紹介だったんですけども、結構あのお値段の割にはしっかりね、できてますね。すごいものいいと思います。2人掛けなんだけど、もうちょっと広さ欲しいって方は本当にね 2.5 人分ぐらいのスペースあるんでね、いいんじゃないかなと思いますよ。でこちらのマーリエっていう商品なんですけども、おそらくですね、このモダンデコさんのみのオリジナルのねソファーだと思いますんで、他では買えない。で結構ね、他にもおしゃれなねソファーが売ってましたんで、興味のある方は下の方にねリンク貼っておきますので、ホームページの方を見てみてください。これでさ、編集とか疲れた時もさ、これソファーでさ休憩できちゃうわけだよ。足伸ばせるのがいいよね。はい、というわけで今日はモダンデコさんのマーリエソファーの紹介でした。それではまた。